実際のゲーム業界をモチーフにした世界、ゲーム業界を舞台にヒロインキャラクターネプテューヌをはじめとした架空のゲームハードを進化した美少女たちが登場する擬人化、萌え、変身がコンセプトの RPG だよ。シリーズ最新作はプレイステーション4、プレイステーション VR 対応として登場。さまざまな次元が存在するゲーム業界、その中にゼロ次元と呼ばれる崩壊寸前の世界があった。そこではゼロ次元最後の守護女神天皇星うずめが世界を終焉に導く極なる方針ダーク女神を相手にたった一人で孤独な戦いを繰り広げている。彼女の悲痛な思いは超次元の守護女神ネプテューヌをゼロ次元へと呼び込んだ。二人の出会いをきっかけにさらに多くの仲間と巡り合うこととなる新次元ゲームネプテューヌビクトリー2リアライズ。ナレーションは次元を旅して回ってるネプテューヌ、よろしくね。いい夢見させてやるよ。かっこよく決めちゃうよ。次元の旅人ネプテューヌ、プネプにしてやんよ。全力で相手してあげる。本気を見せてあげるわ。覚悟はいいかしら。腕慣らしにはちょうどいいわ。私は怒らせた。体験ですわ。一気に決めますわよ。活目してください。最初から全力です。かかってきなさい。たっぷり遊んであげるわ。怖くない。最初から本気だよ。いくよ。私に勝てると思ってるの？リーシャ、行きます。戦場での油断は命取りだ。スタイリッシュに決めさせてもらうよ。お前の冒険の書を消してやろうか。そしてプレイヤーであるあなたにも世界が救われ、日常を取り戻した女神たちがあなたの部屋を訪れる。彼女たちの日常とは、そしてあなたへの思いとは。武器による攻撃の影響やスキルを駆使する戦略型のバトルシステム、チャージ&アクション性コマンドバトル。ストーリークリア後にはエンドコンテンツを解放、上限のないキャラクター強化。オープニングはアキが歌うスターティングデイズ、エンディングは朝霞で君と始まる物語。覚醒完了よ。メモリアルエディション情報。メモリアルエディションにはツナコ書き下ろし特製三宝セボックス、スクラップブック&メモリアルステッカーにネプネプ巾着、そして女神候補生をツンツンしちゃう CD と特典が盛りだくさん。メモリアルエディションは限定生産だから予約は必須だよ。予約特典は新次元ゲームネプテューヌビクトリー2リアライズで使用できる武器セット、四女神オンラインプレミアム武器セット、プレイステーション4プレイステーション VR 対応ソフト新次元ゲームネプテューヌビクトリー2リアライズ、2017年8月24日発売予定。私と一緒に次元の旅に出かけちゃおう。